よし、これで部品は大丈夫。ちょっと形がいびつだけど、多分平気だろう。あとは工具を忘れないように。あ、ネジも持って行った方が安心かな。驚いた。もしかしてお客さんかい？でもごめん、僕今から風車を直しに行かなきゃいけないんだ。悪いけど、用があるならまた後で。それじゃね。行っちゃったわね。どうするの？風車を直しに行くって言ってたけど。ここで待ってるのもあれだし、風車まで様子を見に行ってみようか。おう。よしっと。あれ、君たちはさっきのわざわざ来てくれたのかい？そういえば自己紹介がまだだったね。僕はディオン、この村の錬金術師だよ。私はフィニスです。錬金術師の公認試験を目指してます。私はリアーネと申します。フィニスちゃんの付き添いです。フィリスさんにリアーネさんだね。うん、よろしく。それで僕に何か用があったのかい？はい、ディオンさんって公認の錬金術師なんですよね。よければ私に推薦状を書いてもらえませんか？
公認の錬金術師って言ってもついこの間試験に受かったばかりなんだけどね。まあそれはいいか。で推薦状だよね。書いてあげたいのは山々なんだけど、一応錬金術の実力を見ないことにはね。そうだな、いくつか課題でも出させてもらって。ディオン君、どうしたんですか皆さん。村の近くに魔物が出たの。なんとかしてきてくれない？うちの牛が逃げちまったんだよ。頼むから探してきてくれないか。果物が豊作すぎて収穫が追っつかないんだ。悪いけど手伝っておくれ。そんな一遍に言われても。なんだか大変みたい。このままだと推薦状のこと忘れられちゃいそうよ。そうだね。ティオさん、私いくつかお手伝いしますよ。それは助かるけど、いいのかい？はい、もちろんです。多分手分けした方が早く終わると思いますし。そうか、ありがとう。そうだな、魔物退治は僕がしてくるから、牛探しと収穫の手伝いを任せてもいいかな。はい、わかりました。悪いけどお願いするよ。じゃあね。よし、じゃあディオンさんのお手伝いを始めよう。まずは困りごとについて詳しく聞いてみなくちゃね。風はまるで旅人のように世界を巡る。日が落ち、月が沈み、あまたの星が流れても。あら、それ持ってきてたの？もちろん！この本、私大好きだから。お外のことが書いてあって、街の中にいるときはワクワクしながら読んでたな。ずいぶんとボロボロになってるわね。そんなに読み返したの？数えきれないくらい。まあそれだけ気に入ってもらえたなら嬉しいわ。その本私も大好きだったから。そっか、これリア姉からもらったんだったね。ええ、私も狩人になる前はその本を読んで外の世界に憧れてたわね。なんだか懐かしくなってきちゃった。じゃあさ、これからこの本一緒に読もうよ。きっと一人で読むより二人で読んだ方が楽しいし。そうね。それじゃあお言葉に甘えて。ふんなら初めから。休憩、休憩
お友達？もしかしてフィリスちゃんのお姉さん？素敵なお姉さんだね。はじめまして、私ティアナって言います。ティアって呼んでください。私はリアーネよ。よろしくね、ティアちゃん。はい、よろしくお願いします。でね、フィリスちゃん、今日来たのは錬金術を見せてもらうためなんだ。ほら、この前結局見られなかったから。あ、そうだったね。それじゃあ早速、ティアちゃんこっちに来てくれる？うん、ワク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 。すっごい、ぐるぐるって混ぜたら釜の中に道具ができてるなんて、錬金術って魔法みたい。魔法？やっぱりフィリスちゃんって魔女さんなんじゃ。いやー、食べられる。食べないよ、魔女じゃなくて錬金術師だってば。まったくもう、ティアちゃんたら。ごめんごめん、錬金術に興奮しちゃって、つい。なんでもフィリスちゃんって本当にすごいよ。あんな風に道具を作れるなんて尊敬しちゃう。そうかな。でもあれ簡単な調合だし、そんなにすごくは。のう、そんなことないよ。あんなこと私じゃできないし。フィリスちゃん、見せてくれてありがとね。とっても楽しかったよ。そっか、それならよかったよ。うん、あなたがディオンの代わりにお仕事をしてくれるのね。助かるわ。嬉しい悲鳴ってやつなんだけど、果物がなりすぎちゃって収穫が追いつかないんだよ。私の果樹園は村の外にあるからね、できるだけたくさん取ってきてくれ。収穫したものは私に渡してくれればいいよ。それじゃよろしくね。Thank you.
ええ、ちょっとぐらいつまみ食いしても。あ、冗談だよリアネ。食べたいと我慢してたくさん収穫するぞ。これ面白いね。
休憩終わり。取ってきてくれたのかい？いやー、助かったよ。お礼に少し持っていきな。うちの果物はみずみずしくて美味しいから。わ、いいんですか？ありがとうございます。後で食べようね、リアネ。喜んでくれたみたいで嬉しいよ。今回は本当にありがとね。